フレンツェ、はい、行きましょうか。あ、すいません、すいません、あ、すいません、はい、わかりました、はい、1100です、はい、わかりました、はい、フレンツェ、ほらめちゃくちゃ個数多いでしょ、これ。個数がこれね、見てください、この集合ボスの数が大きいマンションですよね。宅配ボスもたくさんあります、はい、管理員さん常駐です。フレンツェ、エレベーター2機、はい、フレンツェ、フレンツェです。フレンツェ 1K 見ていきます。はい、入ってね、玄関、これね、玄関、あ、玄関から取ります。玄関ですね。で、これが、シューズボックス&傘立てですね、これね。で、上に収納もあります。で、ここね、ここ下げてあります。これが、クローゼッツ。クローゼッツ。クローゼッツあります。上にも物置けますね。はい。でね、トイレ。トイレです、トイレです。トイレ、トイレ、よし、ウレット付き、はい、トイレで、ここは洗濯パンですね。洗濯パン、洗濯パン、これね、隠せます、うん、閉めれますね、開きます、はい、キッチンが置き型です。置き型2口置けますね、このサイズやったら。で、ここは冷蔵庫置き場、冷蔵庫置き場、キッチンね、収納はよいしょ、大きな口が2つ収納あります。で、上にも3つあります。次は、お風呂、お風呂と洗面台が一緒なので2点セパですね、これね、2点です。2点ユニットになってます。洗面台、お風呂って感じですね、はい、これ部屋広いですね、これね、フィレンツェはね、部屋広いのがいいですね、これね。ね。これね。ちょっと、広いです。エアコンついてます。で、収納はまた広くて。あ、これ。すいません、あのね、これ不思議な収納ですね、これね。これはね、これ何を思います？何も置けないですね。これはね、びっくりしましたね。これちょっとびっくりしましたね。ちょっとね、変わった。ちょっと変わってますね、これね。何なんでしょうかね、これね。めっちゃ奥行きがなくて、ちょっと針が、ちょっとあんまりちょっと使えないかなと思います。封印しておきますね。ベランダです。ベランダはもう通常の 1K タイプぐらいの広さですね。こんな感じですね。室外機置いてあります。11階なんで景色ですよ、景色。南の街、これ一望できますね。ね。あそこに見えるのはアルガットですね。アルガットですね。あれ、松屋タワーかね。松屋タワーですね。景色いいですね。部屋も広いし。